はい、皆さんこんにちは。レナです。坂です。エリティブログです。私たちは今日ちょっと特別なひつまぶしを食べに来ます。特別なひつまぶし、豚でできたひつまぶし。普通はうなぎだからね。そうでしょ。ひつまぶしといったらうなぎを細かく切ってご飯の上にのせるっていうのが名古屋名物ひつまぶしです。今日はそれは豚でできたもので、ここに有名なお店があります。今鶴舞にいます。じゃあ豚ひつまぶしってこと。はい、豚を細かく切ってご飯の上にのけるのらしい。すごいじゃん。ここ左、鶴舞駅から徒歩数分のところですね。はい、着きました。木春亭です。もう入った。トントンまぶしだ。豚ひつまぶしじゃなくてトントンまぶし。いい名前だね。サラダオイルで焼いたとんかつ。まあ、こちらがオリジナル牛だけの商品。ここが一般的な揚げたヒレのとんかつ。おー、そう。揚げたロースのとんかつ。今人気なのはね、テレビで出たもんだから、シャチホコ丼ってね。名古屋名物。うん、これだから早見優さんが来て、今流行ってるのかね。うん、それは私が食べたい。が今流行ってる。はい。ありがとうございます。タカはこれを食べるの？名古屋名物。シャチホコ丼。いい名前だ。レナはトントンマムシかな。テーブルが開くことを待ってる間にオーナーさんといろいろ面白い話が聞くことができました、ね、実はオーナーさん僕らの YouTube を見てくださってるそうで、ドイツが好きという話で、ね、旅行にもいろいろ行ってて、うん、そう、まあ、お店自体もいろいろなんか面白い、うん、昭和20年に始まったお店ね。もともとトタン板の上でレモン水を売るところからスタートして、そこからブラック小屋に移って、こっちの場所に移ってきて、このビルを建ててっていうすごいストーリーが、トータル76年間オープンしてからすごい、うん、今3代目歴史としてすごいよ、76年。このだって写真見ると、そのめっちゃいい感じ。バラック小屋で料理を出し始めた時、中華そば30円だよ。とんかつも50円だよ。そうだね、50円のとんかつは食べたいな。すごいよね。料理は楽しみにしてます。はい、ということでシャチホコ丼とトントンまぶし、名古屋愛がめっちゃ伝わってくる。そうだよ。で、実は僕らここテレビを見てこのお店知ったので、玄関の方でいろんな有名人の写真とか置いてあったりして、サインとか写真がいっぱいあって、多分取材いっぱいされてるんだと思う、うん、名古屋の人みんなこっちに来てる。はい、失礼します。うわ、美味しそう。めっちゃいい匂いする、トントンまぶし。これトントンまぶしが来ました。なんかこうパッと見ると普通にひつまぶしに見えるね。そうだね、色も一緒だもんね。ひつまぶしと同じ食べ方でお願いしますって言われたので説明します。まずは4分の1に全部切ります。一発目はここに入れて、うわ、めっちゃいい香りするねえ。タレのいい匂いが、匂いが伝わらないのがもったいないね。もったいないね。皆さん来ないと匂いは分かんないよ。これ4分の1がそのままで食べます。いただきます。なんかめちゃめちゃ細く切ってあるから、ベーコンを食べるみたいな感じ。でも甘いタレですっごく合う。タレはあれだね、うなぎのタレと似た甘辛のタレ でトントンくんがカリカリしてて、うん、食感も美味しいし味も美味しいし、カリカリになってる感じ。あ、タレ美味しい。おい、全部食べないで。名古屋人にめちゃくちゃ合う。味が濃いってことだね。めっちゃ美味しい。シャチホコ丼、はい。こちらシャチホコ丼です。名古屋の名古屋城の上に金シャチっていうやつがこう
ついてるんだけど。で、名古屋名物のエビフライと味噌カツの丼ぶりだから、ね、名古屋名古屋名古屋って感じだね。そう、もうこれ名古屋人の名古屋飯。うん、エビ美味しい。エビフライ美味しそう。うん、味噌カツだから味噌の味もカツに味噌合わないでしょと思ってる方一回食べてみてくださ い, いやめちゃめちゃ合うよ。あのめちゃめちゃ合います。トンカツソースより全然美味しいよ味噌カツ。そう、いいこと言いましたよ社長。ぜひ名古屋に来た時は味噌カツ食べてみてください。そう、高のシャチホコ丼も食べてみる味噌カツ。うん、なんかワインの味しない？え？味噌がなんか私は私だけ？はい。オーナーさんに聞いた方がいいけど、ワインで味付けてますか味噌？なんか ワインの味はした。めっちゃ美味しいよ本当に。あのお肉も柔らかくて、ね、ここにもなんかお肉にこだわりがあるでしょこのお店。うん、だから本当に美味しい。じゃあエビフライ。エビフリア。エビフリア。はいはい。名古屋人のエビフリア。エビフリアですよ。ありがとうございました。うん。美味しい。プリプリ。ひつまぶしの2杯目はいろんなこういうものを足して食べることです。薬味を足します。ネギと海苔。マップじゃなくてトントンマップじゃなくて、うん、だよね。うん、なんかネギと海苔の味でまた本当に料理が変わってきて、うん、美味しい。変わるからいいよね。こんだけさ、うん、量あってもさ4個ずつ味変えれるから飽きずに最後までいける。そう、それはこのひつまぶしでもトントンマップしでもその食べ方の面白さ。3杯目突入ですね社長。そう、なんかめっちゃ多い気がする量ね。Yes、 あの普通に、まあ、これ薄いけど普通のひつまぶしはこれぐらいでしょ、まあ、大きくてもこれぐらいでしょ。2倍ぐらいの大きさだから、あのお肉が多い、トッピングが多い。では、え、薬味入れないの？入れるよ。なんで最初に入れるの？薬味入れてからじゃない。まだまだ名古屋人としては未熟者ですね。なんか後で入れるとそんなにシャビシャビにならないけどね。あ、後で入れた方がいいかな。わさびが美味しい。この出汁は何だろうね。出汁。出汁汁。Yes。これは絶対に美味しいよ。うん、なんか本当にひつまぶしみたい。タレの味がさ、ひつまぶしと似てるからかな。でも食感は全然違うもんね。食感が全然違う。カリカリのさ、うん、あと豚の方がなんか味が濃い、なんか塩かもしれない。塩濃い。うん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 、どうだい、ね、これめっちゃ美味しいね。ね、これやばいわ。1杯目、2杯目よりも3倍ぐらいうまい。1杯目、2杯目もうまいんだけど、うん、そう、これ一番おいしい。これは革命。 なかなかないよね。めっちゃおいしい。豚のお茶漬け。ラスト。めっちゃお腹いっぱいだよ。お腹いっぱいだね。もうやばいよ。最後は卵で、ひつまぶしではないけど卵で食べるっていうのは。あ、ないね。トントンまぶし独特の卵溶いて、だから卵かけご飯みたいになるのね。じゃあかけます。ミュー。どうぞ。なんかちょっとこう爽やかな味に変わる。卵で。マイルドさがありますか。タレとか豚の味が結構濃いから、
こんなに最後まで行くとちょっと確かに4杯目きついだろうねきつくなるからこの卵で爽やかって感じちゃんとストーリーを考えてるってことだねお店なくても、うん、美味しいおお食べたね食べきりました完食ですごちそうさまでしたもうこのボリュームは誰が食べるの大人の男の俺でも結構きついねこれ食べたらパンパンよおすすめですトントンまぶしでちなみにトントンまぶしの食べ方で一番良かったのはだしだし茶漬け Yes 俺卵もね最後の卵もね美味しかったよね実はねめちゃくちゃ美味しいねごちそうさまでしたやってくれてありがとうはいすいませんごちそうさまですはい、はい、ありがとうございますはい、お腹いっぱい食べましたはいめちゃくちゃお腹いっぱいいや、やっぱあの味の濃いのがいいね、名古屋のそう、それは名古屋の特徴でどこのお店に行っても濃い味がパンチがあるもんね、そう料理にということでお腹いっぱいになりましたので帰ります我々は帰宅しますはい、この動画をここで終わりにします楽しかったならいいねボタン押してくださいチャンネル登録もよろしくお願いしますまた次の動画でも会いましょうねバイバーイ。